私ども反則ファクトリーは、えー、商店街の中にこのようなスペースで、えー、大人人の学校をを開校ししてている人たちを募集してます、えー、例えば、えー、子育て中のお母さん、えー、それから介護で、えー、日中外に働きに行けない人ちょっと障害があって、えー、一般の仕事にはなかなかつけない人たちに今在宅ワーカー を育ててたいと思っています例えばムービーメーカーとかアイムービーフォトストーリーというのは写真と動画をペラ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 と見せることによって飲食店のメニューがそしてそれはシーズンごとに多分変わってくると思いますので年に4回ぐらいはそのムービーメーカーを入れ替える必要があると思います。 今ホームページというのは総合サイトですから非常に重たいそして従来のホームページは PC パソコンで見るように作ってありますから今ほとんどの方がスマホで情報を取る時代に縦長の画面にする必要が出てきましたホームページは総合サイトですそしてスマホで作るのはランディングページといって単品サイトこの商品を伝えたいって言ったらその商品に直接 アクセスすするようなこととをランディングページと言いますそれは無料で使えるものと有料でしっかりしたものを作るものとありますけどジンドゥウィックスアメーバーオンドのようにもうテンプレートがたくさん用意してありますからそこに写真とそれからあスペック要するに商品の説明ですねそれから価格を入れればもうプロ好みの、えー、プロも顔並みの、えー ポータルサイトがでできるわけですこのようなスキルを今は在宅ワーカーカの人にお願いいしていくわけですねその他にも通販サイトというのがありますけどこれもベースだとかストアーズだとかイージーマイショップだとかまだ他にたくさんありますこれも無料でできるもの無料のものはすることが限られてますが小さなお店はそれで十分だと思います。ただ 広告が入りますから、えー、それだけは気になりますけど広告をよその広告が入るのが嫌な人は有料のものもをそれもそそんな定額でで作れれるわけですそれを今在宅の人たちに覚えていただいて、えー、この仕事だったら、えー、この人たちがいるこの仕事だったらあの人たちにやってもらえばいいっていうような人を育成していくのもこの大人の学校の、えー、ワークショップで お勉強してていいただいてそれで私たちのバックアップをしていただけるような環境ができるといいかと考えております。